青い空、そして木々の手前に草花に覆われた大地の上で人々が手を取り挨拶を交わしています。初期イタリアルネサンスの画家ジョバンニ・ディ・パオロが1445年に描いた楽園。この作品には木や草、大きな花々で満たされたキリスト教の楽園に身を置く人々が仲良く時を過ごす姿が表されています。この絵はもともとはシエナのサン・ドメニコ教会のために制作された祭壇画の下の部分を飾っていました。そのためこの絵にもドメニコ会の修道服を着た聖人たちが登場し、おしゃれな衣装をつけた若者や天使、動物とともに楽園の和やかな雰囲気を演出しています。画面いっぱいにモチーフを並べた中世のタペストリーを思わせる構図が特徴的な初期ルネサンスの作品です。